楽曲家2002年東京都に生まれる千代田田区神田育ち幼少期はパソコンオタクでもあった父親の影響で秋葉原によく連れて行かれていた。梅本によるとそこで見たオタクカルチャーや萌えキャラクターカルチャーが自身のアイデンティティとして現在の創作につながっているという東方音楽大学附属東方中学校 東京音楽大学附属高等学校を経て、愛知県立芸術大学に在学中。作曲を川島すばるに指示。作品はこれまでに、成田たつき、愛田瑞希、佐藤敏夫、本城秀太郎、山沢聡山田学、トーマス・ピアシーなど、国内外の演奏家や、アンサンブル、オーケストラに初演、再演されている。2018年、 秋吉大の夏現代音楽講習会のコンサートシリーズアンサンブル秋吉大でデビュー2019年作品がボンクリフェスにて取り上げられた2021年パナソニックセンターで開催されたライゾマティクスのイベントエンドレスイマジナリートークイベントに真鍋タイドラと出演2021年作曲家山根明子とのコラボレーション OX を発表 2021年、ヤマハ株式会社との共同開発による人工知能合奏システムを用いた新作を発表。2020年以降、梅本の創作コンセプトは西洋音楽の物語消費性と消費主義的な現代日本のカルチャーを接続すること、現代音楽でのスーパーフラットの提示である。作風は1980年代以降から現在に、 至るまでの日本の文化からの影響が顕著であり、作品の中にゲームの効果音のような音景を音楽素材として用いたり、二次元キャラクターのビジュアルイメージを音楽に付随させて作品を発表している点が特徴的である。また彼は山根明子からの影響を彼女との対談の中で認めている。ありがとうございます。